はい、500円のお返し、最後やからサービスしときました。はい、あ、そうなんですよ、今日で店閉めちゃうんですよ。まあ、あのちょっとうちの母親がね、大阪に住んでるんですけど、ちょっと体壊しちゃってね、でもう店閉めて、もう明日にはもう家族ごと大阪に引っ越しちゃおうっていうことで。そうなんです。まあね、この町の人たちには20年間ね、ずっとひいきにしてもらってね、私も幸せでした。またね、まあ、向こう落ち着いたらまたこっちでいつかパン屋やりたいなと思ってるんで、またその時には、はい、お願いします。はい、すいません。はい、ありがとうございます。しゃ、片付けるか。あー、すいません。いらっしゃいませ。あ、もう最後なんで、安くしときますよ。僕、客じゃないんですよ。はい。次にここをお借りするものです。ああ、不動産屋さんから聞いてます。なんか、居抜きで借りてくれるって。そう。あ、すいません、助かります。いえ、機材とか棚の処分とか、すごいお金かかっちゃうんで、居抜きで借りてくれる人、本当に助かるんですよ。こちらこそ助かりますよ。あ、本当ですか。本当になんか、全部置いてっても大丈夫なんですか。もう全部置いてってください。あ、そうですか。はい。もうその制服も。お、これも。いいんですか。あ、それも置いてってください。まあまあ、全然いいですけど。ちょっと中見せてもらってもいいですか。はい、全然いいです。すいません、ちょっとまだ片付けてないんで。ああ、いえ、はい。あ、そうだ、今日鍵もらえたりしますか。あ、大丈夫ですよ。はい、片付けたらお渡ししますよ。はい、いやー、でもいいですね。長年愛されてきたパン屋って感じはしますね。そうですね。まあ、本当この町の人たちにはね、ひいきにしてもらって、すごいね、いっぱいパンも買ってもらってね、まあ、なんか愛されたなっていう感覚は、もういい思い出しかないですね、本当に。あれですか、はい、パン屋をやられるんですか。あ、いえいえ、パン屋ではないんですよ。あ、そうなんですか。なんか飲食店ですか。はい、飲食店じゃないです。あ、居抜きで借りて、はい、飲食店じゃないんですか。何をやられるんですか。あ、風俗です。風俗店です。風俗。ええ、風俗。はい。え、ピンサロです。ピンサロ。はい、ピンサロ。お口までのサービスのやつ。ちょっとわかんないですけど、ピンサロ。ええ、はい。居抜きで借りてピンサロ。ええ、居抜きで借りてここをピンサロにします。パン屋居抜きで借りてピンサロ。ええ、はい、いなんで。奥が釜になってるんだ。あ、すいません、奥行かないでください。ピンサロやる人、奥行かないでください。はい、すいません。なんでなんでと言われました。なんでですか。もう決まりましたからね。いや、決定、本当に決定、それは。もう不動産屋さんにも話を通してます。いや、でも。いや、でもと言われました。いや、そう、嫌でしょ、普通。そんな20年間町で愛されたパン屋がその後ピンサロになるって嫌でしょ。嫌でしょと言われました。もうあなた関係ないですからね。いや、関係ないって、そんな。考えてみてください。例えば、あなたが引っ越しをして、引っ越して次にやってきた人、その人が嫌な人でも、あなた抗議しますか。あなた車を売って次のオーナーが嫌な人でも、あなた何か言いますかね。あなたはもうこことは関係ないんですよ。だから僕がここをピンサロにしようが、ヘルスにしようが、ソープにしようが、もうあなたは一切口出しできない。なんやこの卑猥な性能。いや、いいですね。20年以上愛されてきたパン屋がピンサロになる。興奮しますね。なんやこいつ。気持ち悪いこいつ。店長、私ね、もう各土地で長年愛されてきたお店をピンサロにするというコンセプトだった。何してんの。何そんなことしてんの自分。は、長年愛されてきた花屋、長年愛されてきた駄菓子屋、長年愛されてきた本屋、もう全部ピンサロにしてきたんですよ。やめたれよ。やめたれ。もっと前例のあることせえよ。なあ、私ね、風俗界の異端児と呼ばれてます。異端すぎるって。異端すぎるぞ、お前がやってることは。いや、でもね、パン屋は初めてなんですよ。どうしようかな。なんかさ、こういうさ、何に使うねん、それ、それ何に使うねん、おい、はい、ピンサロで何に使うねん。いやいや、なあ、ちょっと何か思い浮かんでるんでしょ。浮かんでへんわ、別に。何言うてんねん。自分で使ってみてもいいんですよ。やる、なん、もうやさんなもん、それ。なあ、もうカチャカチャすな、おい。カチャカチャすな、卑猥に聞こえるから。穴が開いている。知らんて。
いやいや、こんなのこいつマジで気持ち悪いこいつ穴が開いてる。待て待て、素手で持つなよパンを。戻すなよ、ほんでパンを。なんやこいつ気持ち悪いな。いいですね、こいつ気持ち悪い。マジでパン屋は広がりますね。いや広がる、奥行くなって。もうマジでよ、やめろよおい。あ、これいい。もう触るな、もうマジで。いや、これはいいよ。は？いや、めちゃくちゃチンコ熱い時ありますもんね。ないわ。これでもそんな時ないわ、中学生でもないわ。いや、これはいいな。ないわ。いや、こう持ってあげたらいいんですよね。何してんのお前。うん、気持ち悪い。それでこうですよ。わからんわからんわからん。いいです、何これ、いいです、ね、おお、何だ俺は。俺は何、悪夢を見てるのか今俺は。店長、ね、穴が開いてますよ。もうええって。穴が開いている。もう中学生じゃんお前マジで。いいな、中学生なんかお前。わかるな。もうあのね、もうあの、もうそんなことされてもね、うんうん、もう嫌なんですよこっちとしては。20年間愛されてきてね、あの20年間愛されてきて、うん、そ の, あの何メートル思てんの、うん、なあ、はい、知らんけどピンサロのことは。面で合ってるかどうかも知らんけども。ああ、面で合ってますよ。面で合ってんねや、何メートル思てんの。もう10はいけますね。10いけるこれ、この激狭店で、はい、普通の客でも10入ってるのあんま見えへんで。いけますいけます。あ、っていうかさ、はい、いつからやんのピンサロそれ。え、いつから。ああ、明日オープンです。明日、はい、え、今日パン屋閉めて明日ピンサロオープン。街の人パニックなるよ。こういうのスピードが大事ですから。明日、はい、なんぼ犬気が言うても明日から無理でしょ。いや無理なことない、全然可能ですよ、はい、なぜなら全くレイアウトは変えないですから。レイアウト変えない、ええ、このまま、このまんまがピンサロになるんですよ。ゾクゾクするでしょう。ウォルトディズニーですか。ウォルトディズニーみたいな目してたよ今。いいですね。いやいやいや、僕これ気に入りました。やめろ、カチャカチャすなお前。カチャカチャすな言うてね、腹立つから。いいですね。いやいやいや、広がる。あ、そうだ店長、このパンも置いてってくださいよ。いや、パンはほんまに使い道ないやん別に。いやいやいや、なあ、パンも置いてってください。捨てて持つなよお前マジで。いやいや、なあ、いや置いてってくださいよ。は？いや、何に使うとかじゃないんですよ。もうこのパンの匂いがいいんですよ。このパンの匂いに包まれて、慣れ親しんだパンにのパンの匂いに包まれてエッチなことをするんです。このパンの匂いがね、エッチだ。なあこいつ、うん、コカインでも入れたっけな俺それ。これはいいんですよ、このパンがね。もうブルンブルンすなよ。いいやめろそれ、ブルンブルンやめろよ、なあ。これはいい。ちょっと待って、怖い怖い怖い、ほんまに怖いわこれ。なんなんもう、時計仕掛けのオレンジの人や。なんやこれ気持ち悪い。シリアルサイコやでこいつ、マジで。やめろってブルンブルンを。店長、これはもうチンコパンですか。そんなないよ。え、そんなないですよ。チンコパンって誰がそれつまむ、なあ。どこの州がチンコパンつまむそれ。これはいいな。いやいや、もうやめてくれってマジで、はい、なあ。やめてくれと言われますと。そうか、まだ今4時か夕方の。これ急いだら今日の夜9時にオープンできるぞ。やめろよ。できる、やめろ。なんで夕方までパン屋で夜に一品されならなあかんねお前。いや、できるよ急いだら。いやいやいや、みんなありがとうね、今までありがとうね言ってたし、俺が夜通ったらあれピンサロなってなってなるやん。いやー、できるできる。いやー、もはやこれはもうパンサロっすね。なあそれ、うん、パンサロってなんやん。もう看板もこのままいけるもんな。いけるわけないやん。いやいや、いけますよ。いけるわけないやん看板。 あの店長、私ね、あのこのピンサロパンパンパンでやろうと思ってるんですよ。何が？名前？ええ、パンパンパンの村田でやろうと思って。やめろよ。村田は絶対消せよ。いや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 、俺がピンサロ始めたみたいになるやろ。やめろよ、村田は絶対消せよ。これ本当に偶然なんですけど、私村田なんですよ。悪夢やで、おい、うん、遠い親戚やったりせえへんやろな。パンを2つ足してパン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 の村田。どこの風俗店経営者が自分の名前を店の名前に入れたがんねん。普通隠したいやろ。どんな英語やねんおい。いや、もうこれでいきますから。いや、もうほんまやめろよマジで。いや、パンのロゴとかもあるからあかんで、これ看板は。パンのロゴ。いや、パンのロゴあるから看板はあかんでっつって。いや、そんなもんないですよ。いや、パンのロゴあるやんけ。え、いや、あるやろパンのロゴが。あれパンじゃないっすよ。は、あれチンコっすよ。殺すぞこら。いや、あれはチンコでしょ。殺すぞお前。どう見てもチンコでしょ。どう見てもパンや。いや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 、どう見てもパン。ほら、上からなんか出てる。ほら、あれ白く塗りつぶしましょう。殺すぞお前、これもう完全にもうチンコだ。
CR 最高やないかこいつほんま。ちょっとマジックを貸してください。やめろ。ここに線を引きましょう。うるさいうるさい、黙れ。もう完全にチンコです。黙れ。え、開店当時からもうチンコを書いたんですね。何言ってんねんお前。いやもうほんまピンサロやんのはもう100歩譲ってしゃあないとして、看板とレイアウト絶対変えろ、はい、絶対変えろ絶対変えろ。珍しいですね。は、いやよく考えてみてください。廃校になった古い校舎、その取り壊すニュースあるでしょ。あれを関係者とか保護者とか卒業生がそのまま残してくれって言うじゃないですか。何に例えてんねん、うん、その古い校舎がその後ピンサロになる言うたら取り壊せ言うやろ。いや言わなかったですけどね。あ、もうやってんねや、もう、ええ、もう校舎をピンサロにしてんねや。あー、まああれは私の仕事の中でも一番達成感があった。罪悪感であれよ、うん、なあ、もうお前どうせこの店もな、ピンサロにしても流行らんからな、どうせ。いや、そんなことないと思いますけどね。流行らんわ。え、今日男性の常連さん何人来られました？男性の常連、うん、30人ぐらい来たよ。最後はありがとうな、今までまたこっち戻っといてやって言ってくれたよ。30人、うん、明日の予約ね、30人入ってるんですよ。そ、丸ままってこと？ええ。は、どういうこと？3日前ぐらいからね、そこに長机出して、予約取ってたんですよ。お前何してんの、お前。ええ、ほんで男性の常連が？はい、30人来ますね。マジで予約したってこと？はい。マジか、おい。うん。え、うちの常連変態しかおらんかったん？あ、それとあと、パートのおばちゃん方ですか。なんか働き口がないって言って、明日から働いてもらうんですよ。やめろや、お前。何してんの、やめたれや。ああ、全員ね、僕のテストに受かったんですよ。やめろお前、ほんま主婦はたくましいだよ。うん、どんな手でパンを作ってたんでしょうね。殺すぞお前、マジで、うん、マジでこれ作ってたのは俺やから、うん、作ってたのは俺やから。あ、うん、あとはレジ売ってただけやから。あと看板娘のちーちゃん、あの子がこのお店にいてくれて本当によかった。お前ちーちゃん、お前ちーちゃん、お前女子高生です、まだなあ。高校生お前働かすんか、お前なあ。さすがに私も鬼じゃありませんから、高校生は雇いません。でもね、あんな可愛い看板娘がこのお店で働いてたっていう事実があるだけでいいんですよ。は、ここに足しげく通っていた男性の常連さんは、あの子のことを想像して思い出してさらに興奮できるんです。うちの常連はクソ変態しかおらんかったなあ。それがいいんですよ。いや、勘弁してよマジで。勘弁してくれと言われましてもね。おい、プルンプルンやめろって、なあ、売り物やでお前それ、なあ、やめろよ。ちょっと持ってみますか。は、これ持ってみます。何が、ほら持って回ってみてくださいよ。いや、もうチンコにしか見えへん、もう、ん、もう何なんこれ。いや、なあ、僕はどうしてもやっぱこれとこれが気に入った。何がやねんお前、もうやめろっつってんねん、マジで、マジでやめろほんま。店長、もうさっきからガヤガヤ言ってますけど、このお店がピンサロになって誰が一番喜ぶと思ってます？知るか。店長、あなたですよ。え？あなたが一番興奮できるんです。長年働いてきて、長年愛されてきたパン屋がピンサロになって、そこで真面目に働いてきたはずのあなたが全裸になりエッチなことをする、これはね、どんな常連さんより興奮できるんですよ。わかりますか？想像してみてください。すごいエッチなことがここで行われるんです。あなた、ここでチンコがそそり立ったことないでしょ、ね、想像してみてくださいよ。なんてこんなに頭に浮かんできてんねん。店長、ピンサロ開店1人目の予約開けてますよ。どうされますか？今日中にオープンできんねやろな。